はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は10代に親友がいることのメンタルへの大きさということで話をしていきます。はい、10代の親友がね、いるかいないかっていうので、長い目で見たときにメンタルに大きな影響ありますっていうことなんですけれども、まあ、とは言いながらも、今ってこうの時代じゃないですか。ね、別にリアルで無理やり友人を作らなかったとしても、まあ、コミュニティとか SNS っていうのがあるので、別に嫌な思いをしてまで誰かとつながってる必要ってないじゃないですかね。もう気の合う仲間だけでいいというような時代になってきましたよね。ところが、まあリアルでやっぱり友人がいないとやばいんじゃねえのっていう研究結果もあるっちゃあるので、今日はその紹介をしていこうと思います。で、この研究っていうのはバージニア大学っていうところが行ってまして、まあ、男女169人っていうのが実験に参加をしてくれました。で、次の3つの流れで進めていくんですね。で、何かっていうと、まず1つ目はそれぞれの親友にインタビューをして、まあ、なのでこれ見てるとなんか親友がいる前提みたいな話っぽいですけどね。うん。で、インタビューをして、で、互いの信頼度とか親密さっていうのをチェックしましょう。で、それから毎年全員に質問紙っていうのを渡して、で、不安とか鬱とか、それから自尊心ですね、自分のことをに自信を持ってるかどうかっていうようなチェック表ですね、を持って、調べたと。それから上記2つの作業っていうのを10年繰り返すと、なかなか長期的な実験ですよね。だから10年間も実験に参加してくださる方々に対してはもうすごく感謝っていうところですよね。で、ちなみにこのスタートっていうのは15歳なので、日本でいうところで言うと、まあ中3から、まあ、高1くらいからスタートというところです。で、その結果どうなったかっていうと、まあ以上ですね、こんな感じですね。長期で付き合っている親友がいるほど自尊心が高かったという結果が出ました。で、10年来の友人がいる人ほど25歳、要は10年が経った結果ですよね、ほどうつ傾向っていうのは少なくて、で、不安も少なかったということです。で、さらに15歳の時よりもメンタルが改善されていたり、あるいはより強くなっていたということもあったですね。まあ、ただしこれに関しては多少環境とか年収の影響もあるので、必ずしもその友人がいるから全てだっていうわけではないんですけれども、まあ、そういう結果が出ましたよっていうことですね。で、それから補足的な話なんですが、親友がじゃあいるっていう同じ意味合いで、要は心の支えになってくれるような存在がいるという意味合いで、大勢から好かれている人、まあ人気者ですよね。それから他人から好かれやすい人、まあいわゆる社交性のレベルが高いような人たちっていうんですね。っていう二つのパターンも調べてみましたと。じゃあその結果どうなったかっていうと、まあ親友がいる人と比べても、うつや不安への影響は少なかったと。つまりうつ傾向が低くなったわけでもないし、不安度が下がったわけでもなかったと。つまり言えることは何かっていうと、表面上の関係とか、まあ、浅い大勢からの人気があったとしても、たった一人の深い大親友がいる方がメンタルのはいいということが言えましたっていうことなんですね。で、以上の結果と補足を踏まえて研究を振り返ってみると、まあ、若い時期にできた親友の存在っていうのは、まあ、青春時代だけではなくって、その後の人生にもプラスの影響を与えてくれるわけなんですよね。なのでこれを見ているのが今小学校とか中学校とか高校とか大学とかに通っている人とかだったら、もうぜひですね、まあ、小学生とか中学生が心理学に興味持つかっていうと微妙なところであるんですけど、少なくとも20代のうちに親友の存在がいるっていうのは、その後の30、40、50っていう我々が成長していく中でプラスを与えてくれるということです。さらに推測されているのは、若い時期の親友からの趣味や興味にも影響が与えられるということなんですね。で、イライラする要因になるのも、まあ、親友の影響からなんですよね。親友がなんかちょっとタバコのポイ捨てムカつくなってなったら、自分も自然とタバコのポイ捨てがムカつくようになったりとかってですね。で、趣味興味に関しては僕も個人なんとなく納得したんですよね。で、なんでかというと、バスケットを始めたのも、友達が小学校4年生の時にちょっと始めるの俺しかいないから一緒にやってくれへんって言って始めたのがきっかけだったんですよね。で、それからバイオハザードっていうのも、その同じ親友の子がたまたまお父さんがバイオハザードがすごく好きで、で、ちょっとこっそりやってたのを僕も隣で見てたっていうのをハマって、今ナンバリングタイトル全部制覇するみたいなところだったんで、全部ね、小学校時代の親友から誘われたからなんで、
まあ、納得だなと。でしかも今じゃその親友よりもハマってしまって、さっき言ったようにナンバリングタイトルバイオハザード全部やったりとか、バスケも現地アメリカにね生の NBA を見に行くほどハマったりとかっていうような状況です。まあ僕個人の話はさておき、まあ、ちなみになんですが、じゃあ今の話を踏まえると、若い時期に親友がいなかったりするとかできなかったっていうので、それだけで人生が全て終わるわけじゃないっていうことを研究者は断言をしていますので、ご安心をしていただけたらと思います。であなたにとってメンタルへの好影響は何かと、いいような影響は何かっていうことを、今後も心理学、僕がね、動画上げていきますので、その中で、あ、私だったらこのパターンがいいかなっていうのを探っていただけるといいかなというふうに思います。今日はあくまで人間関係、特にあなたにとっての親友がどういう影響をもたらすかっていう観点のみでお話をしていますので、心理学は少なくともそれだけではありませんから、またいろんな観点ですね、人生とかメンタルを良くしていくものをお伝えできたらというふうに思っています。ということで本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた、お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。